生徒会長になってしまいました。やべえ。はい、皆さんこんにちは、エルニーヨです。で今回なんですけど、ちょっとね、あの寝起きということでね、顔が終わっていて声が出ません。はい、ということで今回なんですけど、もうサムネとタイトル、そして動画の冒頭でもあった通りにですね、これガチの方で生徒会長になりました。いや、お前が生徒会長って学校終わりやないかみたいな感じでね、思う方いると思うんですけど、終わりです。いや、終わりじゃないですよ、これから始まるんですけど。よし、ちょっと生徒会長らしくね、メガネをかけて知的に見せていこうと思います。はい、ということなんですけど、先日ですね、生徒会選挙がありまして、私ね、生徒会長に立候補して、ありがたいことに学校の皆様からの票数、会長候補の、まあ、4人ぐらいいたのかな、自分含めて4人ぐらいいたんですけど、会長候補のね、票が一番多かったということで、生徒会長になりました。はい、ということなんですけど、まあね、皆さんに勘違いしないでほしいのがですね、生徒会長になったからといって、まあ、YouTube のね、まあ、チャンネルが、今までバカみたいなことをね、散々繰り広げてきたこのエルニーニョチャンネルの動画が、急にですよ、三角関数の拡張の授業をしていきたいと思います、みたいな感じになったりとかしないんで、全然。本当に何にも変わんないんですよ。僕は生徒会長と、僕は YouTuber としてのエルニーニョがね、この画面の、画面に映っているので、これからね、一切方針を変えていこうとなんてことは何もね、ないわけなんですけど、なぜね、生徒会長に立候補したのか、というところからね、ちょっと語っていこうかなと思いますよ。はい。はい。ということでですね、僕が生徒会長に立候補した理由なんですけど、なんか演説みたいになっちゃったな。僕ですね、実はね、高校生になってからです。まともな委員会もやっていなければ、部活にも入ってないわけなんですよ。まあもちろんね、その部活は、実はめっちゃ死ぬほど運動部入りたかったんですけど、YouTube が、まあできなくなっちゃうっていうか、大変になっちゃうなっていうことで、部活には入ってなくて、で、委員会活動もなんか別にそんな何もやってなかったみたいな。2年生になってやっと体育祭実行委員をやったぐらいなんですけど、さすがにこれちょっとまずいなということで、なんかね、高校時代に何をしてたかっていうのでね、YouTube やってましたなんて言えないじゃないですか。進路活動とかになった時に、まあ、そこでですね、生徒会長として生徒会活動を頑張ってましたって言えたらね、これかっこいいんじゃないかなということで、いや、そんなノリで言ったとかじゃないんですよ。まあ、いろいろ考えて、とかもう先生から、担任の先生から最初話をいただいて、会長どうみたいな、やってみないみたいな感じで言われて、で、俺もう最初なんかもう、ただでさえ YouTube 活動がね、まあ、忙しい中でですね、生徒会長になってしまったら、まあ、もちろん優先されるべきはね、僕は別に本業というか、本職というか、僕は YouTube がね、完全メインではなくて、どちらかといえば、まあ、趣味で YouTube をやってるっていうか、本業はまあ、学生なわけですよ。高校生としての方をね、自分の一番先頭に置いてるわけなんですよ、序列としてはね。なんですけど、だからさすがに生徒会長までやっちゃったら、もうたまんねえよみたいな、もう冗談じゃないよみたいな感じで、冬だったらよ、冬だったらなんでも協力しちゃうのに、お前このクソ忙しいのに、お前生徒会長なんか任されちまって、たまんねえよお前よ。冬だったら何でも協力してやんのによ今日あんまり協力できないんですね。このクソ暑いのに、お前マイクなんかつけられちゃってたまんねえよお前みたいな感じだったんですけど、いやでもね、まあ、やっぱり高校生活で何もしてなかったし、ね、極力やらなくていいことはやってこなかった自分を、まあ、変えたい。ああ、世の中を変えたい。命かけで命かけでみたいな感じで思ったので、生徒会長に立候補しました。うん。で、それで立候補して、公約を考えて、生徒会のポスターだったりね、飾ったりとかして、一応選挙活動も頑張ってたわけですよ。で、迎えた本番。まあ、みんなの前でね、演題があって、演題があるとしたらね、もうなんか、わかりますか皆さん、よくある。ね、じゃあこれが演題だとしましょう。これがね、演題だとしたらなんかこんな感じで。この度、生徒会会長に立候補した。みたいな感じでね、いや、そんな格好つけてないんですよ。格好つけてなかったはずなんですけど、そのね、選挙が終わった後の友達からですね、お前、生きりすぎだと言われました。はぁ？いや、生きってないんで、マジで。生きった気はないんですよ。うん。ただね、声は出そうということで、声は張りましたよ。うん。声は張ったし、まあ、噛んだりとかもしなかった。うん。なんですけど、なんかお前、生きってるぞと。うん。で、担任からもなんかちょっとね、真似されて、うん、完全にすごいじゃん、みたいな感じで、担任からもなんか、自信が前に出すぎてたみたいなこと言われて、まあね、そんな感じで選挙がありまして、無事当選ということで、ありがとうございます。
まあ別にだからといってね、これ何が起こるかって言ったら別に何も変わらないわけなんですけど、まあやっぱりね、ちょっとね、学校の方にね、協力できたらなと思います。考えたんですけど、絶対これ、お前 YouTube のためにやってるだろ、みたいな。うん。生徒会長になったらもうどうせネタにできたらいいんじゃねみたいな感じでね、そんな気持ちでやってるみたいなね、ことを言われると思うんですよ。だから多分言われてんじゃねって思ってるんですよ、勝手に。まあね、なんですけど、思うのはね、仕方ないですよ。まあね、誰でもそう思っちゃう人いると思います。実際動画にはしちゃってるしね、まあそう思われても仕方ないと思うんですけど、まあやっぱりね、まあこれからね、会長としてね、まあ学校で、その生徒会活動に専念すというか、まあ、頑張って、協力していって、いやいやいや、エルニーニョとして、エルニーニョのために生徒会長やったんじゃないんだぞってことをね、まあ、そう思っている方々にね、伝えていけたらなと思いますよ。はい。てな感じで、そういうね、意気込みのね、動画になりました。てなわけでですね、まあ、やっぱりね、生徒会長としてね、まあ、学校を引っ張っていくというか、牽引していく存在になるとしてですね、まあ、あんまりふざけたようなやつがね、会長だったらなんかその、協力したいなってやっぱ思われないじゃないですか。だからまあ申し訳ないんですけど、これからね、そのなんかバカみたいなことを YouTube でやったりだとか、まあ今までみたいに、はっちゃけたエルニーニョ、面白かったエルニーニョですかね。まあまあちょっとなくなっちゃうみたいな、まあ結構マナーを遵守してやっていこうかなと思います。いや本当に今までありがとうございましたって感じで、もうただの高校生だったエルニーニョは終わって、生徒会長のエルニーニョになります。ということで皆様、最初から最後まで動画をご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。また次回の動画配信でお会いしましょう。バイバイさよなら。おつにーニョ。バイバイ。レイ！Shakey, shakey, 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 shakey